ぐわかるおすぐわかるおのお暇なら映画でも。洋画を見るならやっぱり聖書は知っておいた方がいいでしょうシリーズということで、洋画を見る場合ですね、まあどうしたって向こうの常識の根底には聖書キリスト教というものがありますので、その、まあ、原点というかそういったね聖書ぐらいはやっぱり分かっておいた方がいいでしょうということで、聖書を理解してみようと、理解というかある程度知っておこうというこのシリーズです。続くかどうかは分かりません。それでは行きましょう。今回は第1回旧約聖書の創世記ということになります。まあ、旧約聖書っていうのはキリスト教からの呼び方ですね。ユダヤ教ではこれは聖書というふうにただ単に言われます。まあ、旧約聖書の旧っていうのは古いですね。約は契約のことです。キリスト教から見て旧約聖書っていうのは古い契約を記されている書物ということで旧約聖書。これに対してなんで古いかっていうと新しい契約ができたからですね。それが新約聖書ということです。新しい契約っていうのはイエス・キリストと交わしたものということになるわけですね。ということで第1回創世記一番最初からいきたいと思います。まず最初にですね、神様が天と地を作りました。神様は最初からいたわけですね。神様が何からできたというのはありません。神は最初からいました。で、神様が天と地を作りました。天と地を作ったということなんで、神様というのは、まあ、宇宙にいたということになるんじゃないかというふうに思います。だから、まあ、宇宙も最初からあったということになるかもしれないですね。ね。で、神様、光あれと言いました。そうすると、ピカーンと光ったわけですね。神様は、よしよしとなってですね、この光を光と闇にこう分けました。で、光っている方を昼、闇の方を夜と呼ぶことにしました。これが第1日目に起きたことです。まあ、この時代ですね、地球っていうのはこう球体ではなくてお盆のような平面だというふうに考えられていたわけです。だから神様は光と闇を分けたという考えになるわけですね。こう球体のようにね、こっちに行ったら夜、こうなったら昼とかではなく、こう平らの中にこっからこっちは夜、こっからこっちは昼というふうにして、これがこう交代するよという感じだったわけです。で、2日目、神様は空と水を作りました。ポチャポチャとなったわけですね。で、3日目、この水を一つのところにこう集めてですね、海というふうにしました。で、この集めた水がなくなった場所のことを地というふうにしました。まあ陸のことですね、地というふうにしました。そしてこの地に対してですね、草とか果樹を芽生えさせなさいというふうに言ったわけですね。芽生えさせなさいというと芽生えるということで、神様は万能ですね。何にでも命令ができるということです。チャーと木出よって言ったら木がボーっとなるわけですね。で、4日目、太陽と月と星を作りました。太陽に昼を納めさせて、月に夜を納めさせましたということですね。で、5日目、水の中に生き物を作って、地上に鳥を作りました。魚とか鳥とかを作ったわけですね。で、この
様子を見てですね、よしよしというふうになって、ここで有名なセリフを言うわけですね。埋めよう増えようってやつですね。こうして魚と、まあ鳥ができました。6日目、神様は地上に獣と家畜と地を這うものを作りました。これ面白いですね。地上に、まあ、獣を作るっていうのはまあいいですよね。今まで鳥しかいなかったのを、まあ、もうちょっと動物増やそうということになったわけですね。まあ、地を這うものっていうのは、まあ、やっぱ蛇とか、そういった爬虫類的なものというふうに考えていいのかもしれないですね。まあ、地を這うものっていうのは要は悪魔的なものという感じがあるわけですけど、ここで家畜っていうのを別で作ってるんですよね。獣と家畜と地を這うもの、面白いですね。まだ人はいないですよ。まだ人はいないけど先に家畜を作ってるっていうところはねなかなか神様やっぱ先見の明があるなって感じがしますね。でこう言います。我々にかたどって、我々に似せて人を作ろう、そして全てを支配させようというわけですね。我々って言っていますから、神様ってのは一人じゃないわけですね、まあ、何人もいるんでしょう。でこの私たち神様と同じような姿形をしている人間を作って全てを支配させようということですね。ということで神様は人を作りました。男と女を作りました。男と女を作りました彼らを祝福してですね、神様は埋めよ増えよ、地に満ちて地を従わせよ、全てを支配せよと言いました。そしてそれら全てをあなたたちに与えるというふうに言ったわけですね。神様はこれを見て大満足しました。よしよしとなったわけですね。で7日目、全てが完成しました。神様は仕事から離れてですね、安息なさいました。安息っていうのは何の煩いもなくくつろいで休むことということですね。あーよくできたと、いいもんできたわ。地球、あどれどれ、おーいいね、支配しろよ、人を支配しろよというふうにやってるわけですね。さてですね、6日目に神様が人を作りましたよね。男と女を作りました。この男は、まあ、後にアダムと呼ばれるようになるわけですね。ではここの時に作った女というのは一体誰なんでしょうかということなんですね。これがエヴァだろうとイブだろうと、アダムとイブのイブのことをイブと言ったりエヴァと言ったり2種類呼び方があるわけですね。これはまあ英語読みだったり、何ラテン読みというかヘブライ読みとか、まあ、いろんな読み方の中で、呼び方が変わっている、日本語としてね呼び方が変わっているわけですけど、この動画ではエヴァというふうに統一したいと思います。まあ聖書、一般的に流通している聖書はエヴァという表記になっていますんでね、エヴァということにしたいと思います。で、この一番最初に作った男と女ですね。でこの男はアダム、では女は誰なのか、エヴァだろうというふうに皆さん思うかもしれませんけれども、これは違うわけですね。エヴァという、アダムの、まあ、伴侶ですね。このエヴァが出てくるのはもう少し後なんですね。まだエヴァは出てきておりません。一体この女とは誰なんでしょうか。わかりませんな。まあこの女のことをアダムの最初の妻リリスではないかというふうにまあ言われたりするわけですね。エヴァンゲリオンでおなじみのリリスですね。ただこのリリスがアダムの最初の妻だというお話はですね、
この聖書ができてからもう相当後になってから書かれた本の中に出てくるお話なんですね。旧約聖書自体がいつ書かれたのかというのは、まあ、不明なんですけど、というか多分このなんていうの、各地にあった伝承を集めたものが旧約聖書だということだと思うんですよね。だからエピソードごとにこれはいつ、これはいつっていうのは、まあ、なんとなくはあるわけですけれども、聖書自体がいつ全体が書かれたかっていうのはまあわからないんですけど、ただ、例えばですね、この聖書の中に出エジプト記というものがありますよね。モーセの十戒でおなじみの出エジプト記、これは紀元前13世紀の出来事なんですね。ということは紀元前13世紀のことは書かれているものなんだということなんですよね。だからそれより後ですよね、このアダムとエヴァというか、創世記のお話は紀元前13世紀よりも前のお話であることは、まあ、間違いないでしょうとなりますね。ということに対して、このアダムの最初の妻がリリスであるという旨が書かれたですね、ベンシラのアルファベットという本があって、まあ、このベンシラのアルファベットという本の中にアダムの最初の妻はリリスという女だよということが書かれているわけですけれども、この本はですね、8世紀から13世紀頃に書かれたものだというふうに言われています。8世紀から13世紀に書かれた書物の中にアダムの最初の妻がリリスだと書かれている。でも聖書自体は、聖書、旧約聖書自体はもうずいぶん昔、紀元前13世紀ぐらいからの出来事がバーッと書かれてるわけですね。なので、まあ、何とも言えないということですね。このアダムの最初の妻、最初に男と女を作りましたの女が誰なのかっていうのは、まあ、何とも言えないわけですね。ただこのベンシラのアルファベットという本は創作者が書いたものというよりは、各地に伝わっていた伝承、口伝みたいなものをまとめたものなので、旧約聖書の中には排除された、リリスというものが口伝によって伝わってきていたということは、まあ、考えられなくはないかもしれません。もしくは単なる創作というか、最初の妻、最初の女というところを誰かが面白おかしくこういう風にしたんだっていう可能性もあるし、まあ何とも言えないということですね。ということで、旧約聖書の一番最初ですね、今回は天地創造はこんな感じのお話でした。次回はですね、アダムとエヴァと蛇のお話をしていきます。まあ洋画を見るのにね、聖書っていうのは常識として、根底にありますので、その聖書を見ていこうというシリーズ第1回目でした。さようなら。タン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